皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日はお茶の水の主人橋の上にやってきています。こう私がかわしてみると後ろにいっぱい観光客の皆さんがおられるんですが、お茶の水の主人橋は今もうこの電車が見えるスポットということでね、多くの方が集まっています。今日はですね、普通にこの主人橋の風景を撮るというよりかはちょっと変わった方法でということで、このレンズですね、トキナーの SZ900 プロレフレックス F11MFCF900mm のレンズですね。このレンズを使って撮っていこうと思います。まあこれね、あの 900mm というと普通はカバンの中に入らないとか専用のトランクケースが必要といった焦点距離だったりしますが、トキナーのこのレンズに関しては本当に軽い、1キロを切ってるということもありますし、まあ、フィルターサイズはね 86mm 系と大きいわけですけども、それでもねこの持って歩けるサイズに 900mm をしたというところがすごいわけですね。この 900mm でお茶の水の主人橋から見える風景がどんな風に見えるかというのをお伝えしようと思います。はい、これがね 900mm の F11 というそういった映像なんですけども、今中央線が行き過ぎているところが映っていますね。すごい実は遠かったりするんですけども、こんなに電車がドアップに映るとはといった感じです。像自体はかなりはっきりしている感じがありますけども、これどこから撮ってると思いますかという感じですよね。それをちょっと紹介しようと思います。はい、実はですねこれ今回は X-H1 富士フィルムのカメラに対してこのSZ900mm をつけてるわけですけども、先ほどの中央線が走ってたのはあの辺ですね。もう指先のあたりがすごいドアップに映ってたということなんですね。もう見た目と全然画角が違う範囲が入るというのがこの 900mm のすごいところで、よく見るとあそこにあの角度の表示があるんですけども、あれがこのサイズですね。もうかなり大きさ感が違うというところでびっくりしますね。例えばこの遥か先に順天堂大学と書いてるタワーがあって、赤と白の塔がありますけども、あれがどのぐらいで入るかというのを実験しようと思います。はい、今これが実際捉えた映像ですけども、順天堂大学どころか順しか入りませんでしたね。あのマークと順しか入らないといったこういう画角範囲の違いということで、本当に映る範囲の違いにびっくりというところですけども、 900mm なんですけども APS-C フォーマットなので 1.5 倍、 1350mm 相当という画角域になりますね。はい、これは総武線を捉えてますけども、お茶の水あたりからあの鉄橋を渡るところがここまでアップという、本当にね遠くのものが大きく映せるレンズですね。何倍ぐらいという表現がいいんでしょうかね。もう見た目をはるかに超えたすごい大きさで映るレンズというところです。ただねこれあのシャープじゃないかというと結構なシャープさですよ。だってこれでちゃんと三脚で止めた状態でピントをシャープに切り合わせると、端のリベットの一つ一つが数えられそうなぐらいきっちりピントが合いますからね。こんなすごいレンズというところであります。はい、再び中央線が過ぎる音がしましたので、ここにピントを合わせて待ってるわけですけども、遥か遠くのところに今から列車が通るというところですね。見た目からすると何メーター先なんだろうというぐらいの距離なんですけども、これまあそうですね 200-300m 先といった画角なんですけども、これから列車が走ろうというところですね。まあ、肉眼を超えた映像ということで本当にすごく不思議な感じので、あと圧縮効果もありますからね、列車がねすごく一両一両が短く見えたりするんですけどもね、こんな不思議な映像が撮れるレンズということですね。あら、また上を見ると総武線、
これ一日中ね、こうして列車を眺めていても飽きないような感じもしますけども、ものすごい望遠で撮りすぎて距離感がまるでおかしい感じですね。これもほとんどこちらの風景が秋葉原というところでありまして、ここで再度ピントを合わせてみると、上の信号のところのホーム中継って書いてるのかな、なんとなく見えそうですもんね。うん、青信号の横に書いてるホーム中継で、その下が綺麗だと思うんですけどね、こんな感じでもう文字が読めちゃうということですね。本当にこの解像力にはびっくりというところです。今回 900mm を支えるのに使った三脚というのがライトカーボン、これは E74 の1個前のモデルですね。まあこういう太い三脚、 25mm パイプ系もあれば 900mm でもなんとか支えることができる、まあもっと細いとね乗るんですけども、もっとフラフラする感じになるかもしれません。まあこういった意味で 25mm 系のパイプのカーボン三脚であれば 900mm が支えられる、そういった意味でもこの軽量な 900mm 大変価値があるかと思います。はい、今度はまあすごくアップになってるので不思議な感じがしますけども、これはあれ湯島聖堂のところにある紅葉しかかってる葉っぱというところでしょうか。まだちょっと赤みがないんですけどね、そのまま枯れていく感じもありますけども、今年の紅葉はどうなっちゃうんだろうというような映像が撮れました。これでもね、多分20メーターはないか15メーター先みたいな映像ですよ。本当に肉眼を超えて大きく被写体を捉えることができるというのがこのトキナーの SZ900 Pro ですね。まあ、ぜひこんな面白いレンズがありますから、ぜひチェックいただければと思います。まあ、健康トキナーのね、中野のショップではこのレンズもウィンドウから出してもらってみるということができますので、ぜひこういったレンズ実際どんな大きさで映るんだろうと興味関心が出た方はご覧いただければと思います。